今年7月の大雨を受けて佐竹知事はきょうの県議会で今後の災害に備えるために緊急性のない公共事業は延期・縮小しながら抜本的な治水対策を優先して進めていく考えを示しました佐竹知事はきょうから始まった県の9月議会の一般質問の中で7月の大雨を受けて今後の災害に備えるために緊急性のない公共事業について 延期や縮小などをしながら国と協議して氾濫した秋田市の太平川などで河川の整備を抜本的に進め県民の安全な暮らしの確保につなげていくと述べ治水対策に優先的に取り組む考えを改めて示しましたまた初めて緊急放流が行われた旭川ダムについて水の流入量が予測を超えたとして AI ををを活用するなどしししてて予測精度を高めていく考えを示しましたこのほか防災アドバイザーを地域に派遣して自主防災組織の結成を促していくことや地域に根ざす防災訓練のリーダーとなる防災士を県が主体となって育成し県民の防災意識を高めていく考えを示しました。